皆さんこんにちは。知の種の認知症予防動画です。今日も一緒に脳に刺激を与えましょう。今回は注意力と判断力を高める効果があると言われている違う漢字探しです。さまざまな大きさの漢字がランダムに散りばめてあります。その中に一つだけ違う漢字が紛れ込んでいます。どこに紛れているのかを探してください。漢字を知らなくてもできる問題ですよ。制限時間は50秒です。全部で5問あります。それでは早速やってみましょう。1問目です。収めるという漢字です。違う漢字はどこにあるでしょうか。答え合わせです。ここにやという漢字がありました。すぐに見つけることができましたか。大きさや向きがバラバラなので分かりにくいですね。それでは次に行きましょう。2問目です。姉という漢字です。どこに違う漢字があるでしょうか。答え合わせです。ここに妹という漢字がありました。時間内に見つけることができましたか？これは見つけやすかったかもしれませんね。姉という漢字の右側の位置には先に進むという意味からできたそうですよ。3問目です。タケノコという漢字です。文字が赤くなりましたね。どこに違う漢字があるでしょうか。答え合わせです。ここに旬という漢字がありました。まさに今の時期、タケノコが旬ですね。4問目です。わびるという漢字です。どこに違う漢字があるでしょうか。
答え合わせです。ここに託すの託という漢字がありました。文字の色が紫に変わって見づらくなりましたが、見つけることができましたか？最終問題です。縁という漢字です。どこに違う漢字があるでしょうか？文字の色が3色になり探しにくくなりましたよ。答え合わせです。ここに緑という漢字がありました。見つけることができましたか？よく似ている漢字でしたね。以上で問題は終了です。いかがでしたか？漢字探しのこの動画は知の種のホームページで無料プリントとして配布していますので、そちらもチェックしてくださいね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。